武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは東京外国大学の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、もともとは東京外国大学自体は世界史しか社会使えない形だったんですが、今は日本史も使えるようになって、で近現代以降という指定があったんですが、それも今はなくなっています。ただ、とは言っても出てる範囲はほぼ近現代、ばっかりなんで、基本的にはやはりそちらの時代中心になってくると思います。で出てくる問題としては大問2題で時間60分で100字論、程度400字程度の論述がそれぞれ出てきて、あとは記述問題が出てくるという形になっています。で出てくる問題そのものの知識は、センターレベルしっかりやってれば十分対応できるというものですね。一部難しい記述出てくることもあるので、それも対応したいなっていう場合にはマーチレベルの参考書までやっておいてもいいかもしれません。ただ外語大メインでやってる場合だと、それやるよりは論述対策優先した方がいいかなと思います。で論述は一冊参考書を仕上げておけば書くこと自体は十分できると思いますので、分かる解ける書ける世界史論述などでしっかり仕上げておきましょう。ただ、鍛えておかなきゃいけない力がちょっとあって、それは問題文を読む能力で、それをヒントを使って論述を書くという練習をしっかりしておいた方が、いいです。というのも、ここは問題文によってかなり難易度を下げている形式の論述、なんですね。要は情報がちゃんと拾える人であれば、大体何書きゃいいのかもある程度分かるし、指針も立つと。でそれプラス論述練習してちゃんとした回答になれば点がもらえるという形になってますので、うまく問題を使える人と使えない人でかなり難易度に差が出てきてしまいますので、そこをちゃんと利用して問題を解けるようにしていってください。で時代も新しい方から中心に学習していくことが重要とはなりますので、論述練習する際にはですね、古い順から、最初からやるっていうよりは新しい方から逆順でやった方が学習はしやすくなるかなと思います。で、そこをしっかり心がけてやるようにしてください。で、センターレベルの基礎知識は絶対に叩き込んでおいて、あとは問題文読んでどういうヒントを捉えるかっていう、でそれをどう使うかってことをですね、しっかり練習して、外語大の論述の書き方を身につけるように心がけてください。以上が東京外国大学の世界史の勉強となります。